スプーン。はい、始まりました、セブンデイズトゥーダイ。今回は42日目ですよ。果たしてどんなゾンビの大群が押し寄せてくるか、やっていきましょう。私が FB37 です。そして大群を仕留める男、キックマーク2です。あのマックです。おはようです。では早速やっていきましょう。さあ、ついに42日目、どうなっちゃうことやら。張り切ってまいりましょう。アルマさん、今回の作戦は何かあるんですか？まあとりあえず今まで通りでいいんじゃない？まあとりあえずやってみるか。まあデモリッションの数が急激にめっちゃ増えるってことはないと思うんだけど、ちなみにデモリッションの情報として、ヘッドショットじゃなくても胸にある起爆装置を撃たなければ大丈夫なんだって。撃たなければ、そう。じゃあ他の場所を狙ってとどめを刺す分にはいいってことか。そう、足とか頭とか、とにかくだから胸らへんは狙わない方がいいね。頭もダメなんだ。まあ、いや頭はいい、遠くで倒せば。頭はいいんだ。うん、あ、まあそうだ、単純に遠くで倒せば別にそれは問題ない。なんてやつだ。だからもう特にやばいのは、家の近くに来ました、来ちゃいましたと。でその時に焦って胸とかを狙って爆発させると建物一瞬で崩壊するから、それだけ回避するように。だから今回はそのデモリッションのね、実態、そう、対処法を学ぶというか、そういう感じでいきましょう。もう脳筋に生きてないで頭を使って敵を倒すことを考えてみたらどうだ。もう44マグナムのレベル1とかいらないよね。2個も入ってるけど、まあいらないかな。今ウフォーティーマグナムって言わなかった？ウフォーティーマグナムいらないでしょ。何ウホってんのこいつ。ウフォーティーマグナム、アイアンチェストアーマーも入ってるし、これいらないね。ウフォーティーマグナム好きだな今の。なかなかいいよ。いいね。なかなかいいよ。衝撃だ。俺言ってないんだよ。え、言ってなかったです？言ってないんすわね。おかしいんだよ。おかしいの、聞こえたんだけどな。こんにちは、ボブ。どうも、ボブだよ。今日も来たのか。今日も来たよ、ボブ。この半端ねえ雑魚野郎が。すいませんでした。帰れ、帰れ。あ、ポテト上がったな。ドナルドは弱いやつを見るといじめたくなっちゃうんだ。ドナルドの秘密。秘密。秘密。言っちゃった。一番言ってはいけない秘密。もう薄々感づいてはいたわ。ドナルドはパソコンを見るとハッキングしたくなっちゃうんだ。すげえな、それはそれで。こんな技術持ってたんだ、ドナルド。ドナルドの秘密。次はどんな秘密を教えてくれるんだ。もうないようだな。お出し尽くしたっぽいね。まあいろいろ考えたんだけど、やっぱ割とえぐい方向に行きがちだったから今。そうだね。ネタの選別をしてて。はい、ドナルドの。ドナルドの秘密言って俺の人格が疑われるのちょっと嫌だから。いやもう十分でしょ。何を今さら。ヒー君、ちゃんとドアの解体してきてね。わかります。まあデモリッションも謎だけどね、もともとああいう何舞台みたいのがいたのかね。じゃあ、あ、サダコボーンのまだ見てない。はい、ボーン。ててさあ来るぞ。あ、来た。はい、第二作業、サドクルね、おら。さあ、どんどん来い、ザコどもが。ああ、置いてきちゃったん。こんなんで終わりかや。笑わしてくれ、クレープ。食べて。
トラックできたぞ。マジかよ、作ったんかい。作ったよ。なあ、そんな嫌そうなの。なあ、今すげえ嫌そうだったな。お前がトラック買ってくれよって言ってたろ。まさか作るとは思わなかった。うわ、見たいけど結構今遠いとこにいんだよな。あいつひでえな。ないや、言うだけ言って、もうちょっと前もって言ってくれれば僕は待機してるんですけど。あれ、何これ、え、何これ、え、なんだなんだ、え、何これ、え、あ、へえ、配線ツール持つとこんな感じになるのか。配線ツール持つとさ、なんか配線ツールを持って、あ、まず電源をクリックしてから、はいはいはい、つなげたい機械につなげる。配線ツールさ、持つとさ、そのショットガン放題のなんか範囲が分かるようになるね。ああ、分かるね。よし、まあでも大体オッケティングな感じ。勝利の方程式が今目覚める。あ、ロボット砲台さ、スレッジ組の人一回回収して修理しといてね。多分ボロボロになってると思うから。ああ、俺一番手前のやつやった気がすんな。そうだね、2の砲台で、あとアロマか。レーブル高いのに取っかえたから、やっぱそういう基本的なところをね、見逃すとまずいですか。今日の夜楽しみだな、よよ。いっぱい来るかな。いや、もうそりゃえらいことになるで。そうだな、プテラノドンとか来だすよ。わー、マジで信じられない。しかも喋るからね。どうも僕プテラノドンです。賢い。話し合いでどうにかはできないから、じゃあそいつと。あー、でもあの話すけども話は全然通じない。それ話してるんですかね。どうもプテラノドンでーすって言いながらめっちゃ殺してくる。こっち怖えな。あとプテラノドンとともにうどんも襲ってくる。なるほどね。それは自己紹介するの？うどんが、まあ、しないでしょ。お前何言ってんの。あ、しないんだ。今ふざけてた人がいます。いや、ふざけてるね。お前うどんが、それはないわ。自己紹介してるとこ見たことあんのかよ。ないな。でもプテラノドン自己紹介してるとこ見たことないからさ。え、マジでないですよ。俺の地元では知ってた。いや、でもプテラノドンが、確かに言われてみればないような気がする。ないね。マジかよ。やっぱそうだよね。ないかも。四輪トラックだ。あはは、どう、でかい四輪トラック。四輪トラックでかいね。見てみよう。てか四人乗れんだもん、確かな。そうだね。マジで乗りたい。それ別に後ろの台車に乗るとかいう感じでもないんだ。おお、でも、あ、そだ、後ろの台、あ、乗った。乗った、お、乗れた。そうじゃない？後ろに乗るんじゃないかな、二人。あ、いいね。最悪それで走り続ければ逃げられるってことか。バイクより速いんじゃないか。いや、バイクより遅いらしい。一緒。体感速く感じるだけじゃないか。いや、バイクより速いぞ。やってみっか。そうだね。俺がじゃあバイク持ってくる。行くぞ。ああ、よし、行け。よし。加速は速いようだけど。ああ、や、曲がっちまった。まあ同じぐらいかな。同じぐらい、まあ、ほぼ変わりなし。正直同じだったらめっちゃ乗るからね、アイテム。トラックは。そうだよね、トラックだもんな。いや、あの山道とかはどうなんですか。そうは知らん。バイクよりはまだ良さそうな気がするけどね、山道。まあでもさすがにジャイロさんにはかなわないかな。だってジャイロコプター上がれば最終作戦発動できるからね。何？何？報道の日にずっと空飛ぶ。確かに。燃料持つかな。そう、燃料持つかな。どうだろうね。いやー、一晩中鳥が追いつくんじゃないの。確かに。どうなんだ。いや、追いつくと思う、多分。いや、追いつかないはず、鳥も。全速力で走れば。燃料さえ途中で補給すれば。まあでも補給してたらバッて来るから。その一瞬の隙で。ああ、来るだろうね、そりゃ。で、またすぐ。まあすぐ飛ぶの難しそうだな。
そうだ、ね、それだと車の方がいいんじゃないの。そうだ、トラックは破壊されそうだけどね、一瞬で。まあ追いつかれたら破壊される、ね、追いつかれたらね、うん、はあ、俺もチャパオみたいになりてえな。なれるよ、お前なら。マジ期待してる。マジ実際なってみる。なれるの俺でも。無理かも。ダメか。そこで諦めちゃあかんよ。一番手前のロボットスレッジって俺前置いたんだけど、これ何もしてない？してない。お前は俺らがチャパオについて話してるのに随分超絶的だな。そうだよ。ちょっと、いや、まあ、まあ、悪いかなと思ったんですけど。悪いかなと思ったんだけど、そんなアホな話してる場合じゃねえだろ、バカと思ってこと？ちょっと俺も仕事したかったんで。なんだと、この野郎。これ、置くの怖いな。もう速攻無視してたけど。早いな、切り替えが。なんか向こうにボックスあってもいいかもな。弾入った。まあ、ああ、それはいいだろうね。頭良すぎ。俺はいい考えだろ。作っとけ。今までお前のランクがあったわ。お前プラシーボマジになった。プラシーボ。すごい魅力的なあれだね。あともう1レベル上がればパラシュートマジになれるから頑張ってくれ。いいなぁ。うらやま。パラシュートマジは何ができるんですか？パラシュートを頑張れば食べれる。あ、食べるんだ。今鼻で笑ってたな。食べるんだね。はあ、こいつことの重大さに気づいてねえのか。うん、最悪な野郎だな。あ、笑ってんだお前。笑いな。何笑ってんねん。ことの重大さに気づいてねえみてえだな。デモリッション出たら頼むぞ。まあデモリッションがどれか分かれば。分かれば対処可能だと。そういうことですか。どんなやつか分からねえ。ああ、そう、上の電源入れないといけないからそろそろ入れよう。じゃあお前ら防具のチェックもしとけよ。はい。気がついたら壊れてるかもしれん。ロボット砲台の弾もとんでもねえ量持った。これで1万発やぞ。これ使い切ったらやばすぎるだろ。電源入れちゃおう。よーし、さあ、あと1時間で42日目。現在ステージ数で言えば、おお、アロマ以外並んでんだね。アロマとの、まあ、並び的にも結構似たり寄ったりだけど。まあ、大体同じようなもんでしょう。そうだね。まあね。ここまで来たら。まあ、1人だけ死亡回数がちょっと。え？それだけ死亡回数が。ほんとだ。今家に誰かいる？いますよ。9ミリなんて余ってる？俺持ってきてる。あ、火炎瓶持ってきてね。火炎瓶持ってきた一応。ナーイス。いいね。いいぞ。今日も燃やすぜ。あいつには近づかんとこ。気をつけろよお前ら、隙間から投げようとするとちょっとでも当たるとやばいから。開けた。開けるん？はい。ちょっと俺もボックスに入れるわ。じゃあもうフレームブロック取りまーす。取っちゃえ取っちゃえ。さあ、どっちに来るかな。大体で多分ね、向いてる方向に来るから、4人で前向いてる前に行くんじゃないかな。あれ、ちょっと試してみ。あ、そうなの。いや知らん。さあ、というわけで42日目やってまいりましょう。さあ、まあ、どっちだ。前っぽくない？あ、来てる。前から来た。あ、でも後ろからも来てる。あー、後ろからも来てるね。割と全方向から来てるんだけど。いや、後ろ見るわ。うわ、デモリッション、マジで。デモリッション来てる、デモリッション来てる。まずいまずいまずい。マジ？いや、てかあれ、放射能デモリッション、あの黒い服のやつ、もう目の前が来てる。おー、ナイス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 。ブレードドロップの動きを助かった。あー、これね。あ、いる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 。頭頭頭。ナイス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 。あぶねえ。確かにあれごついな。いや、あいつやばい。あそこで爆破されたらもうまずかったぞ、今日。いや、割とすごいね。怖い怖い。ゲロ吐いてんじゃねえ。しまったな。あー、
ーデモリッションやべうわーやっちまったでも大丈夫ちょっとリグレたぐらいだけどピッピッピッと音すんだあいつあのねもうねあの打って胸のあたりが赤くなったらもうアウトああアウト、まあ、もうその何秒かかかに爆発するからいや今のやっちまったら爆発したやっぱ焦るのが良くないアセルス今アセルスだった完全にアセルスだったなので一回スコープで覗いて、うん、なんかでけえやつは一回確認した方がいい落ち着いてあ、うん、あーデモリッション2匹あれか足打てるかなオッケーオッケーナイス来た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 ナイスナイスナイスあーでもまだ倒してない足打ってます足打ってますオッケーオッケー足打って頭でもいいんだよねナイス対処頭でもいいけど足の方がベターだね危なすぎるさすがにニヌーがすごい速いもう一匹来たはい俺やるあー爆発するやばいやばいやばいえどこだうわ結構手前だったな今そうだねでも多分あ、ブレードトラップ1機壊されたね壊された確かにあれは強敵だわさあ気をつけろマジでいやー怖えなー一気になんかヒリヒリ感が増したなデモニッションは多分あれだ M60 だと結構狙いにくいそうだねあのねキックン気をつけて特にあのクロスヘアを全然気にしないところあるからそれ気をつけてほんとリロードがまだいる今んとこ見えてないとりあえずデモリッション報告は各自するようにデモリッション来た正面斜め右正面来てくれれば今入り口入ってくるはい基本は AOA に任せる感じで AOA が一番正確な射撃ができるそう考えるとやっぱスナイパーはいいね必要だなあとこれ貫通するから3人まで AP ねああ AP 弾とりあえず後ろは大丈夫ですあいやピピピ言ってたぞピピピ言ってんのは違うんじゃないかなデモリッションか違くない違うと思うな、うん、多分違う多分違うんだ違う方かなそうだねそう紛らわしいけど今んとこはもう前からですね基本あ左手前デモリッション左手前多分今正面に登ってくるヘルさんお願いしますはいそうデモリッションの場所報告重要いいねちょっと俺らねチームワークが開花そう e スポーツっぽくなってきたんちゃうのえ e スポーツなんだこれ賞金は俺らのものだやった何日間生き残ればいいスポーツじゃなくてデモリッション左手前いやゲロうぜえなゲロまみれや今回今正面からがいっぱい来るから今回はね後ろ全然平和だ砲台横に仕掛けようかな鳥がめっちゃ来る鳥に鳥4連続すごいギャーギャー言ってんね鳥がうわいや鳥ねうるさいんだよもう鳥うるさいねあそれでこそ鳥だからあすまんちょっと頼むわどこ銃が修理し修理だ修理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 だわあ、オッケー、もう大丈夫はいよまだまだ来るぞいやー来るでしょ今回もう朝まで来んじゃないのなんかマジ今回は左だな左からめっちゃ来てるもう2台とも砲台を仕掛けるいいねブレードトラップまた飯を食べるえ飯屋に俺はなる飯屋になる確かに今回の飯屋はお前だ今まさに必要とされている言ってない言ってないですそんなこと言ってないですもうすげえ来るすげえ来るすげえ来る今前方だわ完全に
はい。さあもっと来い。完全に前方です。前方から来ております。いやあのブレードトラップマジで神がかってる。神だね。仕事してるわめっちゃ。いやブレードトラップさ、神だよ。あ神か、神なんだけど仕事しすぎるとやっぱり疲れちゃうから、ブレードトラップさんは。はあ、ちょっと働きすぎは。そう、やっぱ毒だ。あと間違ってもデモリッションをブレードトラップのところでやんない。あの高さだと普通に起爆装置やったら。まあそうだな。でも何が起こるか分かんないから。以前前から来ております。今回マジ俺より自動砲台の方がはるかに働いてる。弾、弾ほんとどんどん作っていかないとダメだな。うん、もう弾はねいくらあっても常に作ってるぐらいにしないと。うん、まあ今回ので俺がだから薬莢作りにたけることになったので。たける、たけるさん、どうもたけるでーす。あった。今回は10の薬莢を作っていこうと思います。もう遅いんですけどちょっと今じゃない、今じゃないんだよな。じゃねえ、じゃねえ。じゃあ今回はこの辺で。何したんだよ、全然収まんないな。いや収まんねえ。むしろ今までがね、優しかった。甘、優しかった。そうね、やっぱ一晩中つかないとか。結構弾スナイパーだから抑え気味になるはずなんだけど。いやすごいわ。いやすごいでしょ、弾の重要性が分かっただろ。いやこれはね、1人2000発は必要だね。いや必要だと思う。2000発でも下手したら打ちっぱだったら全然足りない可能性。打ちっぱは無理だよ。打ちっぱは無理だよね。おお来てる来てる来てる。すげえ経験値が12万。イエー、すごい。守護神を壊させんな、あのブレード、スーパーブレードトラップ。だってもうあれでしょ、多分あれ壊れてるもんね。あれ爆発で壊れたのかな。爆発で壊れた、多分。多分爆発かな、ロボットスレッジは。そうだね。あれ貫通弾もうないんかい。ただ収まった、もしかしたら終わったかも。やったか、やったか。これはやった感があるな。修理しよう今のとこ。やったかもしれない。何時、3時か。3時半。これは勝ったんじゃないですか。何の音だ今、すげえモンスター来たと思った今。うわぁ、うわぁ、うわぁ、言うてたもんな。勝ったでしょ、これは。勝ったぁ。よっしゃー、42日目もクリアです。いや、割と怖かった最初の方。デモリッションバンバン来るから、ね、やっぱあいつ来ることでだいぶヒヤヒヤんだよね。そうだね、あいつやっぱ怖いね。どうなってしまうんだ。あ、まあけどデモリッションの爆発でも1回ぐらいだったら全然大丈夫だな。1回は耐えてるね。うん、鋼鉄スレッジハンマーのレベル6、いいね。たまにいいのは出ると。ヒヤヒヤヒヤ、よかったよかった。それレベルもめっちゃ上がるわ。次あたり来るんじゃない、傍若無人なホルスタイン。ホルスタイン、ホルスタインが、ホルスタインが来るの。しかも傍若無人だからね。マジで。ああ、だけどもうアイテムは気に行こう。もっとなんか入ってねえのかよ。なあなあ、頑張ったのに。なあ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 、えぐれてるね、地面がやっぱえぐれるね。そうだね。まあだから理想を言えばもうここら辺の下の地面も全部コンクリで固めた方がいいんだよね。レベルも上がるしな。まあセメントがめっちゃ余ってきたらそういうの全然やっていいぞ。見た目的にもかっこよくなるしね。なんとか今回も耐え切ってくれました。耐え切っく。
皆様 MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトはニコニコ動画そして YouTube にチャンネルを持っていますのでぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですねこちらとか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 そしてですね、概要欄、動画の概要欄にもですねリンクが貼っていると思いますのでぜひそちらの方をご覧ください。よろしくお願いします。確かに出番ゲーみたいな。